櫓から目を離すな。分かったよ。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。おい、動く靴はず。
3. お前一人で片付いたな。 ほら、食料を運ぶんだろ。 食いもんがねえ。 櫓にもなかった。 他にはないか。 もうこのムクロと神の山だけだ。 見せろ。 お前読めるのか。 干渉ならば多少はな。 いつの間に。 孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。 話を聞こうか。 まずは様子を探ろう。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に旧兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。 旧兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。あの火薬に火矢を放っては。どうだ。一時気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。砦のことはまだ気づかれてない。奴らは気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。 行くぞ、浜に降りよう。聞こえたな。行かしら、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだのな。用意ができたようだな。松明を。頼んだぞ。 俺の仲間だ。あの日を見ろよ。おい、うどんくっちゃはるた。ハノイ、え、ノクチチェ。ロールスネ、ロールスネ、ムンバイスタンスだ。
急がねばならぬ。貝を持て。誰も船を狙ってこなかったな。お前の手下が気を引いたのだ。食い物を探そう。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。いいさ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船かもな。聞かろう。聞こえたか。4人、いや5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ、急ぐぞ。おい、うどん来た。
次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。Nicht ihr Sohn! Hindwell, halt! Nugo Samurai Chin Nom Som Taben! Not enough here! Yots to stay! You are a tata! I went here! Yots me too! Horten! Bosho! Dasho! Huh? You! Please, boss! Ah! 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 Ah!
は何だ。蒙古の兵略図か。竜蔵と話そう。この船にもないか。何かあるはずだが。目立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食い物は奴の腹ん中だよ。どうしよう。チキシロ、俺たちの食い物が。竜蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。火も回ってる。見つからぬよう隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が乗ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。
ユナにまた会わねば。ユナに話を聞いてみねば。昔、夕日が沈む中、はい、カムコウに鬼の姿をこの目で見ました。鬼といえば、こんな伝承がございます。モーコが戻ったらどうしよう。あの人が野営を叩いて。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。叔父上が自由になれば、皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな。石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとヤモメの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。タカに会って話は後で。酒井様、打ち終わりました。お待たせした。サチのことならお任せください。磨き上げましたよ。では。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか。手前で試しました。オオサメを鍵縄です。良いものだな。仮ができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛み入るぞ。ジン、どこにいる？竜像。ジン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。またいつでもお越しください。四方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。叔父上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。叔父後も囚われのままだぞ。場所は八立て砦の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか。ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上。いかにして助けるつもりだ。戦える奴はまだ残ってる。近くの四つ地で待たせてんだ。足りるとよいがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか。補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。
なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる。昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ。好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ。それがどうかしたのか。覚えてるか。武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で打ってきて腕が折れかけたぞ。すまん。初の試合であったゆえ、つい浮かれてしまったのだ。そうだろうさ。あの刀比べで地頭様の甥御に皆会いたがった。そんなつもりはない。生まれのいいお前と違って、俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって。嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった。なんでだろうな。お前、お松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か。ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと。俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や上で死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は。どうだ、時期暗くなる。出立はできそうか。手立ては道中で話そう。よし、てめえら行くぞ。救い出す。どうやって策を出すのはお前の役だろう。うん、砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何、お前は猿か。役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけば狼煙を上げる攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。鍵縄を使えばいけるはず。
使い手があるな。手前の岩場に渡れそうだ。衆はどこだ。本当に歌っておる。檻は散らばっているようだな。